ヘビー級ビッグマンルール3分3ラウンド、実方康介 VS 工藤ヒットマン勇気。ヘビー級重量級の一戦です。3分3ラウンドビッグマンルールで行われます。第1ラウンドがスタートしました。拳を合わせて始まっています。赤いグローブ、こちらが工藤ヒットマン勇気、そして青いグローブです、背中を 見せています実方康介。この試合の解説は谷山ジム所属俊太選手、谷山俊樹選手です。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に体の大きなファイター同士がぶつかる一戦となりましたね。そうですね、やっぱりヘビー級は迫力ありますね、うん、本当にもうワンパンで一発で KO ありますよね。そうですね、はい、迫力はすごいです、はい、そしてそのリング中央、まず真ん中に立ったのは実方、そして左の蹴りを放っていきます工藤ヒットマン勇気。工藤は34歳182センチ、中堅ライトヘビー級王者です。41戦して22勝、13の KO があります。対する実方は13戦7勝5つの KO があります。俊太選手、はい、KO 率がですね、なんと 70%、 70%、非常に高いですよね。高いですね。しかも、でも相手も相手というかその工藤さんも高いですね。はい、13キロしておりますからね。50%、60%ぐらいですね。そうですね、はい、やっぱヘビー級ってやっぱ自然的に KO 率が高くなる感じだから、うん、はい、ちょっと見応えがありそうな。まず第1ラウンドはこう左の蹴りを巧みに使っていきます工藤ですけれども、ワンツーを放っていきました、はい、どうご覧になってますか俊太選手。いや、今見た感じだとやっぱりあの康介このでっかい感じなんですけど、はい、足技がうまいんですよね。足技、そうですか。ただあのローを受けてるだけじゃなくて、ちゃんとうまく合わせたりだとかしながらやってるんで、はい、これでだんだん左から右、あ、重たい、きついと言いながらパンチできました、ね、振り回していくいきなり来ちゃいました。ブンブン振っていきます。剛腕が吹き荒れています。うなりを上げている。あ、康介君、はい、あの体でテクニシャンなんですよね。テクニシャンですよ、はい、あ、そうですか。そうですね、足技ペチペチやって今みたいにパンチでやって、はい、日頃からお二人は練習をされてるんですか。谷山選手、いや練習はしてないんですけど、はい、もう昔からビッグバンにずっと出てるんで試合は何度も見てます、ね、なるほど、はい、もう康介と呼ぶ間柄ってことですね。そうですね、はい、めっちゃ可愛い後輩って感じです、ね、あ、右、あ、うまいですね。これ無駄に技術ですからね、バランスを崩しました工藤です。実はこの2人2017年、12月に対戦しておりまして、その時は判定2対0で工藤が勝利を収めています。というととなるとですね、俊太選手、ええ、これももちろん実方からすれば負けられない一戦というわけですよね、はい、まさにそんな感じですよね。気合入ってますよね、でもその感じが大きな体でのしのしと前進していきます。そうですね、ありますよね。実方、ロープ際に追い込んでいく、左足小刻みに揺らして左のジャブ、距離を取りました。残り時間10秒の第1ラウンド。ヘビー級とかでムエタイスタイルってあんまりないんで、結構特殊な感じなんですよね、ボスケって。また一発一発も重たいですね。左から右、上から打ち落としていく、うん、去り際睨み合いました。第1ラウンドが終了です。さあ谷山選手、はい、第1ラウンドはどのようにご覧になったでしょうか。1ラウンド目はやっぱり康介君のいいパンチが入って1回グラつかしたんで、1ラウンド目はやっぱ康介君優勢だったかなと思います。あの左右のものすごいパンチがありましたね。そうですね、はい、しかしバックスピンキック、回し蹴りも使います。工藤もかなり動けるファイターですよね。すごいです ね、何でもできますね、テクニシャンですね。もともとこの工藤は足技を得意としていますけれども、逆にやはり実方もうパンチもやはりいいですね。すごいですね。そしてこのローキック、どういいですね。構えなんかも俊太選手、はい、実方いいですかね、どうですか。いや、メタイスタイルで自分はすごく好きなタイプですね、はい、バランス軸しっかりしてますよね。芯すごいしっかりしてますね、うん、でじり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 いってる感じが相手としては嫌だと思いますね。でもまあその工藤選手もすごい落ち着いてる感じありますね。はい、右のローキックを放っていったのは実方です。そしてワンツーは工藤、このミドルも綺麗ですはい工藤の背中でしょうか、右の背中、うん、赤くなっています。そうですね、蹴りがもうしっかりと当たってるってことですよね。そうですね、ミドルキックはもう後ろまで、はい、ベチーンって当たってるんですね。プレッシャーをかけていく実方、谷山選手、いいですね、今の右のロー、そして右、上から打ち落としていく、硬い拳を持っています、実方、7勝して5つの KO 勝ち、
さあ谷山選手、ここまでご覧になってどうでしょう、どちらがこう有利に試合を進めていますかね。やっぱり康介くんの方が、はい、あのいいのは当ててるんで効かしてるイメージがありますね、はい、まだダウンはないけど効かしてるのは康介くんだと思います。はい、はい、いいですね、この触手、触手の使い方もいいですね。結構引いてきましたね。ワンツー右、頭が揺れました。実方の右が工藤の顔面を捉えている。出続けます。まもなく残り時間1分となります。第2ラウンド、飛び込んでパンチからローキックのコンビネーションは工藤です。さあ俊太選手いかがですか。いや、まあ右ストレート、そうですね、こういうたまにもらっちゃうパンチはちょっと危ないなって感じはするんですけど、基本的にはコウスケのペースにちょっと寄りがちかなって感じはありますね、はい、いう感じには見えますね。若干こう変則的な動きも駆動はありますね。そうですね、変則的で、そこはやりにくそうですね。しかもなんか、コウスケちょっと疲れてきてるのかな、口が開いてますね、かなり息をするようにしています。そうですね、残り時間30秒、第2ラウンド、大きいから防御力高いかもしれないですけど、スタミナがやっぱり結構きつくなってきますからね、はい、そこら辺はメリット、デメリットがありますよね、はい、それでも前に出続けていく、コーナーに徐々に追い込んでいるぞ、実方。いつその破壊力のある剛腕が炸裂するのか、バックスピンキック、工藤が見せましたが、プレッシャーをかけているのが実方です。時間がありません、第2ラウンド。第2ラウンド終了です。さあ第2ラウンド終了しました。谷山選手、第2ラウンドどのように見てましたか。やっぱり康介君がローキックを効かせてたんですけど、やっぱ後半ちょっと失速しましたね、うん、ちょっと疲れたのかなと思いました。心配なのはやはりスタミナという点でしょうか。そうですね、あとちょっと最後詰めれそうだったけど詰めれなかったんでちょっと疲れたのかなって思いました、はい、時折足を入れ替えます、実方。そして左右のパンチ、これです、これです。竜巻が沸き起こる。そしてまたコーナーへ追い詰めていく。威力があります、右。一応落としていく。痛そうですね。蹴りも忘れません。左。そして工藤の左の太もも、真っ赤になっている。左のミドルキック。今度は腕を殺しにかかり、そして顔面へと。ブンブン振っていきます、左右のパンチ。左ミドルキック、あーっとジャブが当たっています。工藤はしっかりと着実にジャブで実方の顔面を捉えている。残り時間間もなく2分の第3ラウンド。出てきましたか、俊太選手、どうでしょうか、実方。いや、スタミナ切れてきてる感はあるんですけど、でもそれも全然前にいってる感じで、圧力でプレッシャーかけてるんで、はい、はい、ここはちょっと3ラウンド、あと1分50秒、どうなるかって感じですね。工藤の左の足が実方の蹴りによって流れていますけども、内側か、内側か、右のあっと完全に嫌がってますね。重たいキックだ、大木で叩かれているようです。前蹴り、コースケ鼻血出だしました。あとバランス崩した、これはきつい、背中をかけてしまった、背中を見せてしまった。おしゅうた選手、これ完全に工藤嫌がってますよね。嫌がってますね。コースケパンチもらって、ちょっと嫌な感じあるんですけど、これ、はい、やっぱあっちの嫌がり方の方がやっぱすごい感じがするんで、左足気にしてますね。そうですね、もう逆スイッチしてますからね。はい、でもコウスケも顔面もらってるんで、ここら辺は頑張りどころなのかなと思いますけど。射程距離に入っているか、実方。詰めてほしいですね、前蹴りから行きたいですよね。スタミナの部分ですかね、やはり。そうですね、残り時間1分を切りました。スタミナ来てる。タイムストップです。一旦コーナーに行きました。同じですかね。あ、違うか。組みつきに対してでしょうか。レフェリーから注意がありました。さあ試合再開です。残り時間50秒切っています。ジャブを放っていく。ちょっと下がりながらという攻撃ですが、足めっちゃ効いてる。頭いい、足めっちゃ効いてる。振り回していく。バックブロー、バックブロー。しかし前に出たのは工藤です。パンチ左足まくってる。負けじと繰り出していく。もらっています。鼻から口のあたりでしょうか。実方も真っ赤になっています。残された体力をフルに使っていく。フルスロットル実方、まさにそんな感じですね。超疲れてますね。これはこれでヘビー級の魅力です。いや、本当そうですね。ローがローが、超効いてますね。残されたさあ球をフルに使っていこうというのが実方。明らかに工藤は嫌って下がっている。残り時間10秒切った。さあ行きたい、畳みかけたい。それでも左右のパンチ、工藤も負けない。左ハイキック、あーっと距離を取った。逃げている、逃げている。詰めたところで
試合終了。膝に手を置きました工藤。なんかやりきったような感じもします、実方。そうですね、はい、やりきってますね。出し切った感が、出し切った感ありましたね。さあ勝敗は判定によって決まります。お聞きの通り、見事な勝利、勝利の女神が微笑んだのはこちら青コーナー、実方康介です。もう勝利の勝ち名乗りが上がった瞬間に谷川選手やったみたいな、もうすごい表情を見せてましたね。そうでしたね、やっぱりローキックのダメージが一番大きかったと思いますね。はい、はい、もうやがってましたもんね、足も何度も流れて。そうですね、工藤の方が、はい、ダメージの差があったんで、はい、康介君の勝ちだと思いました。はい、ちょっとガス欠になったのかは分かりませんけれども、 それでもとにかく持っているものを全部お前にぶつけていくよという、はい、その姿勢ははっきりと表れていましたよね。それも本当ヘビー級の魅力ですね。はい、いや見事一戦を制しました。マイクです。実方の良かった点、はい、一言お願いします。康介君まだ若いんで、まあいろいろ反省点はあると思うんですけど、まあ、どんどん強くなってるんで、うん、ぜひ相田選手やってもらいたいですね。はい、タイトルに向けた意思をファンの前で伝えました。果たしてヘビー級王座へたどり着けるか、2019の実方康介に期待しましょう。